河野防衛大臣はきょう、東京・福生にある横田基地を訪れ、シュナイダー司令官と会談しましまた。北朝鮮のミサイルの脅威というのは、まだ厳然として残っているわけで、どのようにそれを分析をして、情勢を分析して、どう対応していくかということについて、私の個人的な考えも申し上げました。 河野大臣は会談後、このように述べイージス・アショアの配備を断念した後の新たなミサイル防衛について個人の考えも含めて意見交換したことを明らかにしたほか在日アメリカ軍の新型コロナウイルス感染に関する迅速な情報提供について河野大臣から謝辞を述べたということです。